一回踊ろうか。やめてください。まさか今回僕が飛ぶかもしれないです。この町田君の分もちゃんと考えておくんで。やばい、任せてください。初挑戦、そして初披露になったんですけど緊張しましたし、すっごいいい曲だなと思っていて、歌詞はサブ監督が書いてくださって。生でバースデーボーイズの皆さんのパフォーマンスってありそうですか？まあ、ここまで来てないっていうのはないよ。まあパフォーマンスしますよねこれは。やりましょうねきっとね。まあ、まあダラダラ喋っててもあれだから一回踊ろうか。やめてください。やめましょう。やめてみましょう。どうします、行ってきます。やめましょう。本当はね踊っていただきたいんです。普段だって踊らない皆さんじゃないですか、ね、そうですね。そうなんですよ。裏でもずっとアップしてたもんね。もしかしたら行くかもしれないって。鈴木くん、うん、ダメですよ。そしたら俺もうギターありますかって聞いちゃいますけど。昨年の舞台勇者のために鐘は鳴る制作発表の時に、はい、鈴木さんがヤギ飛びますっておっしゃって、はい、でそれ舞台で実現したったじゃないですか。そうですね、一つ夢が叶いました。ねえ、めちゃくちゃ嬉しそう。夢だったんだ。はい、今回何かアイディアありそうですか。一つはちょっとおにぎりの被り物、結構デカめなやつを終始被っててもらおうかなっていう。終始終始なんか一つと、全身黒タイツでどっかでこう面白パートみたいのがあってもいいんじゃないかなっていうふうに思ったのが一つと、あとクジャクのような、もう本当に紙種もいっぱいいっぱいに広がるようなすごいブワーっとでかいクジャクみたいので、なんか登場したりするのもいいのかなとか。全部ありそうですね。皆さんはパフォーマンスがあるんですけれども、僕だけは何をするんだろうかと、ちょっと一人だけすごいゾワゾワしていて、さっきサブさんともお話しさせていただいたんですけれども、飛んだらいいんじゃないって言われてたので、まさかまさか今回僕が飛ぶかもしれないですね。クジャクの後ろで僕がクジャクを僕が抱えて飛んでる可能性もありますけど。見たい。意味が分からないよ。この町田君の分もちゃんと考えておくんで。やばい、任せてください。前回は本当一言もなくて全て点点点のアクションだったので、逆にこうアクションにすごく集中してやらせてもらったし、ただ今回はこれどう言っていい、どうなんですかね、なんかもしかしたらちょっと喋ってないのかな、喋ってるような、え、言って、喋ってない、喋ってない、どうなんですか、まあ、成長していくもんですからね人間は。そうですよね、はい、って考えると、まあねえ、どうしようかな、困ったから一回バースデーボーイズ踊っとく、一回音源だから。バツ投げで踊らせんのよ。前座みたいな感じ扱わないで、大事にしてバースデーボーイズ。ごめんごめん、すいません。